18世紀前半のイギリス海軍において四等艦とは46門から60門の方を積んだ戦列艦を指す分類であった。この訪問数は1817年まで変更されなかったが、1756年以降は50門以下の軍艦を戦列に加えるのは危険だと考えられるようになった。しかし50門艦は北アメリカ沿岸の大型艦の活動が 難しい海域での戦闘では以前有効だったので7年戦争やアメリカ独立戦争の間も建造が続けられた。しかし、フランス革命からナポレオン戦争にかけての時期には、その任務でも使われなくなり、同様に60門艦も64門3等艦に吸収されて消えていった。少数の50門艦は、戦乱護衛や遠隔海域の機関に使用され、また一部は砲を装備せずに、 兵員輸送船として使われた。しかしナポレオン戦争中も少数の4等艦が現役であり、特に北海でオランダやバルト海の敵国と対峙する艦隊は64門艦と50門艦で構成されていた。ナイルの海戦のネルソン艦隊には50門艦、リアンダーが含まれており、一八百七年に大事件を引き起こしたのも五十門艦だった。 コンスティチューションのようなアメリカ海軍の44門フリゲートは、カロネードを含めれば50門以上の武装となり、4等艦に匹敵すると考えられていた。1813年の2大メリアンダーのような、ナポレオン戦争の後期や、米英戦争期に建造、あるいは既存の3等艦から改造された24ポンド砲フリゲートは、実際に改定された。 等級制度に基づき4等艦に分類されていた。これらの4等級、大型フリゲートの近距離火力は、かつての2層50門艦を圧倒しており、64門艦にすら引けを取らなかった。東インド会社などに所属していた一部の商船は、海賊対策に重武装を施しており、4等艦に匹敵する火力を持っていた。ありがとうございます。